皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、スペシャルゲストに椎名先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。はい、椎名先生はですね、僕と一緒の開成高校出身ということで、僕が、まあ、文一出身のところ、理三出身ということで、はい、まあ、こう上位互換の方に来ていただいたということなんですけれども、まあ実はね、すごいことが発覚してしまいまして、まあ、ちょっとこれ椎名先生のプライバシーにもかかってしまうかもしれないですけども、なんとですね、椎名先生の僕1個そのまま上のクラスだったと、そうです、ね、いうことが判明しまして、皆さん言ってる意味分かりますかね。開成って8個クラスがあるんですけれども、まあ、1組だったら1個上の1組、2組だったら2組みたいな、こうね、上と下のクラスがあって、開成ってこう運動会が盛んなので、結構上のクラスが下のクラスを指導するとかやるんですけど、まさにその上下の関係だったということで、はいはい、まあ、一応僕が先輩に当たるということなんですけれども、ね、いや全然そんな偉そうにすることはできないんですけど、はい、一緒だったというのと、しかもですね、その僕はその高校3年生の時に高校2年生を指導する係だったので、はい、まあ、お互い記憶にないものの結構密にやってたということで、はい、運動会の練習とかをですね、させていただいたということでびっくりしました、本当にまさか年齢も近くてこういう風にやってらっしゃる方いると思わなかったんで、まあ、せっかくなんで今日は、まあ、開成の話だったり東大の話だったり、ちょっと雑談をいろいろさせていただければと思うんですけれども、はい、やっぱりこう開成も同じ進行なんですよね。高校から入ってるんで、こう面白いことがいろいろあったと思うんですけども、はい、やっぱインパクト、そうですね、高1でこう入学して一番インパクトあったことって何でした、はい、最初はまずボートレースと運動会の応援をしろっていう風に言われるのがまずですよね、はい、ボートレースっていうのがありまして、筑波大学附属高校ですね、まあ、うちの僕の中で言うと指導先生がですね卒業されている高校なんですけども、まあ、そこと、まあ、毎年開成のボート部と筑波のボート部の戦いをやるんですよ。別に公式戦でも何でもないんですけど、でなんかそれを応援しに行くという、そうですね、はい、戸田公園にあるボート場があるんですけど、ボート場でいいんですかね、ボート場みたいな、はい、そこに応援しに行くんですよ、はい、別に誰もいないところでただわー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 やってなんかそっと謎に会場まで行くんですけど、ビビりませんでした、あれ。ビビりましたね。なんか先輩が来ます、もともとそのなんか開成に友人とかって言いました、もともと知らなかったので初めてでしたね、全部。そうですね、じゃああれビビりますよね、急にある日、はい、なんかわけわからんこう腕組みして学ランのなんかこうでかい高3がこう入ってきて、はい、おいとか言っていやもう本当なんですよ、おいお前らみたいな、今から出席を取るみたいな、まあ、はいとか言うんですね、そうで、はいとか言うと返事ははいじゃねえオーダーみたいな、まあ、マジな話で、運動会とかその応援団級はですね、オーって言わなきゃいけないですよね、開成は、はい、はい、で、はいとかって言うと返事はオーダーみたいな、怒られるという、で、大体1回目ははいって答えたんですよね、そう返事はオーダー、はいって言ったんですよ、返事はオーダーみたいなでやって、まあ、いじめられたりとかして、はい、まあ、大体こう最初のですね、まあ、あいうえおから始まりますから、はい、こう例えば安藤とか例えば相川とかですね、はい、その辺のやつらがこうミスをしてってでだんだんこう書きくけ子ぐらいでね、まあ、僕なんか子ですから、まあ、だんだん慣れてくるってところなんですけれども、はい、やっぱビビりませんでした、あれ。ビビりましたね、相当ビビりました。そう、僕実は小学校から中学受験で開成にいた友達が実はいまして、はいはい、で僕の行ってた中学校から2人同じ、僕ともう1人ですね、はい、開成に行ったんですよ、はい、で3人同じ小学校だったんですよ、はい、なのでその友人が僕らが入学したっていうのを聞いて声かけに来てくれて、はい、でいや冒頭の応援あるからあれマジ気をつけてって言われて、はい、とりあえず返事は王だからみたいな、はい、王って何、いやもうそれ 理論とかじゃないから、ね、理屈じゃない、王だからって言われて、でとりあえずなんか全部ブチ切れてるけどあれ全部演技だからビビんなくていいよみたいな、はい、全部教えてくれて、そう、はい、あそうなんだみたいな、いいですねそれで、クラスの中のこうちょっと仲いい子にはそれ教えといてあげたんだけど、はい、やっぱりでも本当にね、知らないで来てる子とかはちょっと半泣きとかなっちゃいますよね、はい、今時知っててもちょっとビビりますよね、多分。いやそう、知っててもねビビるし、なんかこうね教託とかバンバンやってるし、はい、結構ガチで来ますもんね、演技力高めです、怖い、そう演技力高め怖いんですよ、だからなんかこうあれおかしいな、先駆け男塾に来たわけじゃないんだけどみたいな、なんかそんな感じのいや本当にそんな感じで男と男しい世界そう来ちゃったなみたいなありましたよね、はい、で大体こう応援団っていうのがあって、まあ、そのボートレースやった後にその運動会の本格的なのが始まるんですけど、運動会ってこう毎年というかまあ年代によってこうルールが変わってて、はい、その応援団もどこまでこうビビらせていいかとか、はい、こう一応決まってるんですよね、
昔はもう結構激しかったんですけど、それで結構中学生が病んじゃったりするからっていうので、はい、ちょっとマイルドになってるらしいんですけど、まあ、僕らほぼ同世代なんて同じような感じかなっていうのでやってますし、それこそ僕高2係なんで、高校2年生の時の応援団の顔合わせの時の、はい、多分怒鳴られるんですよね、はい、僕いやもう杉田先生に怒鳴ったか分かんないですけど、なんかは言ってると思うんで、はい、まあそんな感じなんですけども、まあ入って運動会そのものはどうでしたか。運動会そのものもすごく僕はもうのめり込んで、うん、真剣にやってました。やっぱ楽しかったですか、運動会は。楽しかったですね。僕もいやこんな頑張るのかって思いましたね、はい、激しい激しいってね聞いてはいたし、みんな頑張ってるとは聞いたんですけど、あ結構 リアルにその、うん、生命の危険までは言わないですけど、はい、ある程度命張ってんなっていう、体張ってんなっていう、ある程度張ってる感じはあります、ね、うん、あすげえなーと思って、やっぱりこうそうですね、僕も運動会大好きになっちゃって、高校2年生の時も応援団入りましたし、高3でも役職をもらって、はい、僕はエールチーフっていうのをやってたんですよ、はいはいはい、でその曲を作るんですね。皆さんにも以前多分動画で話したことあるんですけど、まあ、毎年応援歌みたいなのを作って、それを発表して順位を競うみたいな謎のものをやって、で僕はそのエールの賞をもらったんですよ。はい、なんですけどエール賞は嬉しくて、はい、本当もうボロボロ泣いたんですけど、東大受かっても泣かなかったです、ね、エール賞の方がちょっと上、いや全然上ですね、はい、東大別に何回でも受けられるんで、はい、エール賞はこう改正のその1年間でしかできないことなので、そうです1年の集大成というか、そう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 、はい、実際どうです、新谷先生は運動会の思い出とかありますか。僕騎手っていうのをやっていて、結構野球部が僕の年はやることが多かったんですけど、ちょっと騎手の旗をこう、そうそうそう、説明を持つっていう、自分のクラスの旗をこう持って、それで、まあ、列の先頭を歩くって言って、まあ、少しこう力が必要なのと、うんうん、まあ、少し目立ってるからちょっと嬉しいっていうところがありますね、うんうんうん、なんかね、こう騎手とかエールとかこいつら何やってんの多分思ってるの何の話っていう感じです。いや運動会なんですよね、はいはい、体育祭じゃない運動会なんですよね。運動会です、ね、まあ、残念ながら今年はねコロナで中止になってしまったみたいなんですけれども、まあそういう伝統のある運動会でいろんなこう細かいいろんなものがありますよね、はいはい、多分説明しても絶対分かってもらえないのが、はい、タスキと振りなんですよ。タスキと振りがわけわかんないYouTube で説明を試みてるんですけど、はい、なかなかやっぱ説明が、ね、伝わらないんですよ。伝わらないですね、見ないと分かんない、はい、そうで振りっていうのがありまして、はい、こういうやつです。そう運動会の時にこういろいろこうなんていうんですかね、こうみんなで声を出したりとか、そのさっき言った歌を歌ったりする時に、まあ、はい、要はこうタイミングを取る必要があると、はい、で別に裏で楽器があるわけじゃないんで、でそれの振りってこうなんかこう応援団がいるのがやるんですけど、はい、だから改正の振りが変わってるんですかね。ちょっと行き過ぎてしまった感はありますよね。そうちょっとなんか芸術に寄せちゃって、はい、なんかこう巻きっていうこうやってこうやる技術とかがあって、ね、でちょっとこう僕なんかはなんかこう普段こうやっちゃったりするやってるんですね、はい、ちょっとやっちゃったりするとえ、小場所さんパラパラやってたんですかみたいな言われて、めちゃくちゃちょっと恥ずかしそう、めちゃいやパラパラじゃないみたいな、とかあとタスキってっていうとこう皆さんこうリレーのタスキをね、はいはい、イメージされると思うんですけど、そういうんじゃないですよ、あれなんて言われるんですかね、もっとごっちゃりしてますね。そうもうなんか何十メートルとかの布を巻いて巻いてこうなんかこうなんかなんすかね、なんかリュックサックみたいな、みたいな、そうなんか爆発したリュックみたいな、はい、なんかそういうのを作ってそれを一応背負うんですよね、はい、はい、なんかもう威厳を高めるんですかね、あれ分かんないですけど、何なんですかね、あれ伝統で、しかもその、はい、タスキも毎年こう引き継がれるじゃないですか、はい、でこう偉さによってメートル変わるんですよね、長さ、はいはいはい、はい、そうです。でなんかそのメートルの決め方も各組でルールがあって、はい、僕の時はその役職ポイントっていうのがあって、はいはいはい、例えば団長とかやっぱ、はいはいはい、多いし、組席っていう、まあ、事務方の一番偉い人ですね、組席とかっていうのはポイントいくらと決まってて、はい、でさらにその朝練にちゃんと来たら何ポイントとかあって、ポイントで管理されてたんですか。そう管理されてて、で結構僕エールチーフで毎朝その歌の練習に行かなきゃいけなくて、僕がその指導するんで、はい、全然その休んでしまったらやる人なくなっちゃうんで、僕無遅刻無欠席でずっと来たんですよ、はい、練習に。だからなんか結構長いのもらいましたよ。無限にポイントが溜まっていく、そう無限に溜まっていくという、おそらくそういうポイントとかのシステムも作るんですよね。あ、そう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 、自分たちで作るし、まあ、はい、受け継いでもいいし、はい、そう自分たち新しくしてもいいし、いろいろ考えたりとか、はい、あとはそうですね、運動会そのもののルールも、はいはい、自分たちで
はい、どうなんだろう、僕らの年の説明の年で大きく変わってんは特になかったような気もするけど、そうですね、ないですね、うん、なんか棒倒しとか結構激しいんで、はい、なんかこうね、ルール変わったりするんですよ。だから昔はこうなんかスクラム組んで突進してよかったんですけど、団子ですよね、はい、団子っていうのがあって、で今はもう危ないんで、僕らの年はもう危ないでできなかったりとか、ね、まあ、そういうのもありましたね。飛び方とかもなんか手は前に出さないとかありますよね。あー、ありましたね。手は前に出さないと飛ぶっていう、そうそうそう、エビ反りみたいな感じ、エビ反りみたいな、いやなんか確かにありました、ありました。あれですもんね、その役割が同じ守備型なんで、はい、それをねこうあっち行けあっち行けってやるっていう、はいはい、そういう仕事をしてましたね。なるほど。改正の運動会の話は尽きないですね。そうですね、多分これ動画撮ってなくても1時間ぐらい喋っちゃうんで、まあ、次の話題に行こうと思うんですけど、まあ、実際じゃあ改正に入って受験をするってなった時ですね、はい、結構こう改正の授業がどうだったかっていう話をちょっとしたいなと思ってて、まあ、ちょっと以前の動画でちょっと古典良かったよねっていうのはちらっとお話しさせていただいたんですけど、はいはい、他の科目とかってどうでした？他の科目はちらほらいい先生いましたね。科学であったりとか数学もいろんな先生いるんですけど、一部の先生はすごく良かったかなというふうに思います、うん、一部の先生はすごく良かったというふうに思います、はい、皆さんよく聞いてくださいね、はい、改正って実際そうっすよね。そうですね、僕動画で言ってもなかなか信用してもらえないんですけどいや普通ですよって意外と、はい、もちろん一部そのいい先生いるけど、はい、基本多分普通ですよ。そうですね、はい、基本は普通ですね。普通ですね、はい、それこそ僕の年ですね、あの物理が年明けに終わらず問題になりましたね、はいはい、あ本当ですか、はい、厳しいですね、それは。だから12月のクリスマス、はい、ん前かからクリスマスぐらいから多分冬休みですよね、はい、高校生って。 そうですね、その頃にあれ電磁気終わってないみたいな全然遅いですねあれみたいな、まあどうにかあと1日で終わらせるかどうかみたいな、はい、あれこれでもセンターまでに間に合ってなくないってこう、はい、みんなもう焦り出してで、なんかもう、うん、みんなブチ切れてましたね、はい、おかしいみたいな。僕も物理は結構ちょっとまあひどいギターですけどなんかだいぶ授業遅れてくる先生だったんですよね。授業の半分ぐらい遅れてくる。半分はやばいね。いや本当にすごい遅れてくる先生で、もちろん全然進まないっていうのもあって、うんうん、なかなか大変なのはありましたね。そうですよね。なんかで一個だけ僕やっぱここだはちょっとさすがに苦言を呈したいことがありまして、改正に、はい、例えば、まあ、僕こう教育の仕事柄いろんなこう学校の話とか聞くんですけど、やっぱり仕方ない部分もあったりするんですよね。例えば物理の時間が実はその丸々2年取れなかったりとか、学校のカリキュラム上とか、まあいろんな都合があってこう潰されてしまったりとか、こう数学も思った時間数取れなかったりとか、あとはそもそもやっぱ学校のレベル的にそんなに早く進められないとか、いろんな事情あることあるんですけど、改正って一応あんだけのまあ生徒揃えといて、高1の頃から理科始まるじゃないですか、はい、高3で終わらないってあってもおかしくないですか3年間しかも遅っていう、そう3年間やってるし、なんか特にそのイベントで潰しまくったりとかあんまないじゃないですか、はい、一応ちゃんとコマは用意されてるじゃないですか、はい、なのにすぐ休校にしたりとかなんか雑談の回とかめっちゃ多くないですか、理科とか、まあ、多いですそうだから進まねえなみたいな人とか、はい、僕すげえ覚えてるのが高校1年生の時に理科3科目選ぶんですよね、はいはい、一緒ですよね、多分同じですよね。で僕物理と化学と生物選んだんですよ、はい、で高校1年生の中間テスト、一番最初改正入ってテストの時に、はい、あれ物理のテスト範囲がなんかプリント3枚ぐらいしかないぞみたいなめっちゃ狭いここ A3 の折って A4 ぐらいのプリントで、はい、あれ3枚ぐらいかなみたいな、こう自分で まとめてプリント作ったんですけど、はい、俺これでいいのかなって1ヶ月でこれだけ、1学期でこれだけっていう。そうです。でなんかテストもやったら100点で、はい、まあみんな90点95点100点とかばっかりで、まあ、そりゃその範囲だったらっていう、俺これでいいのかなと思いきや、まあ、数学は赤点ギリギリでしたけどいきなり物理はそうですね、そういう思い出がありますね。物理の先生そのものは面白くて僕は好きだったんですけど、はい、授業はそんな感じでしたね、はい、なんかそういう科目ありました、志田先生も。僕も物理はさっき言ったように結構遅れてくるんですよ、まず改正の物理ダメ説がちょっとダメ説、いい先生もいたんですけどちょっとダメな先生が結構印象強くてですね、まず25分とか遅れてきた上に、さらになんかこう結構ちょっと年配の先生です、はいはいはい、もう60数とかの先生なんですけど、はいはいはい、結構人相の見方とか話し始めるんですよ、物理じゃないっていう
こういう人はあの将来お嫁さんにするのに気をつけた方がいいとかそういう話をまた大事な25分のうち15分ぐらいするんですよ。はいはいはい、でそこから授業を始めて休み時間も授業してるっていう。え、休み時間もぶち抜いて。ぶち抜いて次の先生とかも来ちゃってるんですよ。マジっすかみたいな、何やってんすかみたいな感じになって、そういうのはありましたね。それは結構問題になってますね。うん、ですよね。はい、改正とかだと結構先生に物申してくるじゃないですか。はいはい、だそういう先生とは逆にガンガン言われませんでした。もうガンガン言われてますよ。でも気にせず。気にせず。ぶっちぎりで。ぶっちぎりで。そうなんですよ。僕の時も、まあ、これちょっとすごい心苦しい話があって、その数学見てくださってた先生が、本当高1の最初からですね、もうね、僕らがだからもう夏前ぐらいかな、だからもう1学期全部持つか持たないかぐらいで、はい、ちょっと病気になられてしまって、でまあ、入院されてしまって、はい、代わりにこう来てくださった方がいたんですよね。はい、で特に進行って、あれじゃないですか、夏休みも少し、はい、1週間ぐらいなんか歩行で先取りというか前に進められるじゃないですか。はい、だからその先生が来たんですけど、それもおじいちゃんで、はい、まあ、声がなんか何言ってるかちょっとよく分かんないです。聞こえない先生いますよ、ね。はい、たまになってからなんかその、はい、まず板書、どっちかなんですよね。あの解読班っていうのがいて、板書が何書いてあるのかを解読するタイプと、はい、その聞き取り班っつって聞き取って、はい、何言ってるかを判断する、どっちか。どっちかって。そう、だからあの、いや、リスニングかリーディングかどっちか鍛えようぜみたいな感じでこう、はい、やるんです。やってなんかこう合わさった情報を授業の後何人かがこう合わせて、多分こういうおそらく共通集合みたいな、そうそうで、みんなでこう写メ撮ってそれ回してみたいな、はい、やってましたね。そのでもそういう先生とかもやっぱりこう突き上げ食らって、ね、いられなくなっちゃったりとかして結構大変でしたね。でもなんか僕はそう、逆に良かった先生は、まあ、古典の話前したんで覗くと、はいはい、英語の先生なんかは毎回こう、毎回というか自分でオリジナルのテキストを作って進める先生がいらっしゃって、はい、非常にこう真面目な、あ、真剣な先生なんだなって思いましたね。そういう先生もいましたか？そういういい先生もすごくいて、僕の担任だった先生はかなり僕その国語の先生なんですけど、はい、すごく好きで、何やってるかって授業中に映画を見るんですよね。映画を見て、まあ、映画見るのはまず楽しいですよね。うんうん、でそれについてさらに深く結構鋭い角度で考えていくっていう授業をやって、まず映画って時点でみんな興味持ちますし、うんうん、それに対しての考え方もかなり鋭かったので、かなりこれ面白いなっていう風に一番印象に残ってる授業かなとは思いますね。なんか面白そうですね。例えば覚えてるものがあれば、なんかどんな映画とか見たんですか？トゥルーマンショーっていう、はい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 、どうですかね。はい、僕結構映画好きなんで。あ、本当ですか。はい、そういうあの要は全てが舞台の世界で生きてる主人公が、まあ、全体が舞台であるってことに成人してから徐々に気づき始めて、うん、その世界から抜け出していくっていう話を、そういう、まあ、映画をね見たんですけど、まあ、それに対するその先生のあの考え方もまた面白くて、そういう僕たちがそうやってまず映画の中で、さらに映画の中の人がさらにその作られた舞台の中で、まあ、やってる人を見ると、そういう複数の構造になっていて、それじゃあこうやって僕たちは映画でこう他人事のように見ているけど、僕たちも実は背後に他人事のように見ているような人がいてもおかしくなんじゃないのかとか、そういう話を、まあ、ちょっと難しくなっちゃうんですけど、してましたね。うん、ああ、いいですね。なんか、そういう授業受けたかったの、僕も。僕の時の現代文の先生は、まあ、ちょっと違いましたね。ちょっと違いました、ね。はい。なんか、うん、なんか毎回趣味の話をしてなんか、とりあえず、なんか、夏目漱石やるよって言ってんだけど、いつまでたっても終わらないとか、気づいたら、なんか、奥さんとの馴れ初めの話して1時間過ぎたりとか、ちょっと、まあ、面白い、あの、改正の OB、改正の先生って改正の OB 多いじゃないですか。はいはい。そうですよ。で、やっぱそういう話を動画とかすると視聴者の方によく言われるのは、あ、やっぱ改正の OB の先生はやっぱこうね、東大とか出られてくるから優秀なんでしょうねって言われるんですけど、改正の OB の方がいい加減ですよね。どっちかいい加減で、そう、フランクに逆に話したかもしれないですね。その方も OB だし、その終わんなかった物理の先生も OB でしたね。一応僕の担任の先生も OB だったんですけど、はい、僕の担任の先生はあの S 先生という方なんですけど、はい、非常に厳格な方で、はい、あのちょっとどっちかというと怖いタイプなんで、みんなちゃんと従ってましたね。はい、なんでまたぜひそういった話も動画で出せたらなと思いますので、皆さんもぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。ちょっと長々とすいませんでしたが、椎名先生ありがとうございました。ありがとうございます。視聴者の皆さんも最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。